天保15年は奈良の江津斎法裁上段に、過激夜寿司、右方に、過激夜地蔵が見える勝ち願院は、奈良市高畑町付近にかつてあった寺院。現在は、新薬師寺にある、過激夜地蔵が、かつて安置されていたため、過激夜地蔵堂とも呼ばれた。現在の過激夜寿司、北方から勝ち願院のあったところの町名を勝ち、願外院町と呼んだが、行き止まりの寿司であって、 この寺があったため、過激よ寿司とも呼ばれた。この過激よ寿司は、各夜寺のある、客用寺町の南、木とら寿司、中の寿司の東方にあったと知事に記録されている。近世の絵図では、福院の東方に3つの北から南に伸びる、行き止まりの寿司が描かれており、そのうち最も東の寿司に、過激よ寿司の記載が見える。この寿司の東方に西面して、 マサルネガインがあったと伝わる。天保年間の和州奈良の図以降の絵図では、過激用寿司とは少し離れた、新薬指示、鏡神社の東から東南付近に、過激用寿司とは別に、過激用地蔵との記載が描かれている。平常坊目以降では、勝ちネガインの道は、廃れたため、過激用地蔵は、新薬指示の傍らに移されたとの記録があるが、 この記録に該当する移動の可能性がある。ただし、幕末明治最初期頃の状態を描いたとみられる。地図、春日神新館住居大略地図では、旧来と同じく、過激夜寿司東方に、過激夜堂が描かれている。王子は、幸福寺の別院であったとされる。近世には草、堂和弘と、過激夜地蔵一区が残されており、東北の傍らには、別在転奨者があって、 社殿下の石窟に一円鏡が収め祀られていたという。教法3年3月23日、勝値外院は消防し、過激予地像は煙の中から救い出されたものの損壊した。教法6年に道具が再建され、過激予地像も修理され再度安置されたという。その後、道具配慮に及んで、過激予地像は新薬指示の傍らに移されたとの記録があり、さらに明治二年、 新薬指示の所蔵となった。再開に落ち延びていた、平激清が、東大寺大仏殿供養の日に、源の頼朝を暗殺するためならを訪れ、激清寿司に住んでいた老母を訪ねて、ここに隠れ住んでいたとの伝説が、いくつかの知史に記録されている。老母は、事物の地蔵尊を勝ち願いに祀っていたが、激清は、自分の持つ弓の矛をこの地蔵の釈状の柄とした。 これが今に伝わる過激夜地蔵だという。または一説に過激夜地蔵の細く瞳のない両目は過激夜の盲目の層を映したとの記載もある。マサルネガイン東北にあった、ベザイ転奨者に収められていた一円鏡も、この老母の収めたものだとも言う。実際には、研究6年3月13日の大仏供養で、頼朝が刑にいた際、すでに過激夜は捕らえられて、鎌倉にいたため、 奈良にいたはずはない。また、過激夜地蔵の項で説明されている通り、過激夜地蔵はその元となる、お玉地蔵が、家庭2年に亡くなったソンの追善のために作られた、ことが分かっており、過激夜の時代とは、時期が合わない。並良うもくつ中なかいなどではこの伝説の虚実について、大仏供養の日、大衆と敬語の梶原景時との間で、 居酒屋が発生した事件があった同じく大仏区用の、非、兵士を中土の聖国というものが、よりとも暗殺を格索して露呈し、捕らえられた、過激用の兄、上ズサゴロベージタダミツが、鎌倉で、未堂造営の妊婦に紛れ、よりとも暗殺を狙い捕らえられた、といったようないくつかの事件が過激用の行々と、混同され、伝説が生じたのであろうと推察している。ありがとうございます。